ファンタジスタサッカーチャンネル、本日も始まりました。またまた今日も引き続き名古屋産業大学社会人チームの2、3年生の皆さんに来ていただいております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、では今日のテーマなんですが、鈴木さん、はい、これはぜひね、皆さんに聞きたいところなんですが、元 J リーガー鈴木純の指導、これについてどう思ってるかっていうところをやっぱ皆さんに聞いていきたいと思いますが、元 J リーガーの指導、ここが違う、こんなとこがすごいっていう、なんかちょっと思ったことを皆さんにいろいろ、今もう2021年の1月か2月ですよね、皆さんと合流して、まあ、ここまでやってきてますけど、まあ率直にどんなこと感じてるか、元 J リーガーの指導、練習、まあ、なんかそんなところをお聞かせください。まずは丹羽さんからお願いします。はい、そうですね、僕高校の時とかに比べてやっぱり細かい練習がすごく多いなと思って、うんうん、自分的にはそのパスへの質とかでなんか今まで考えてなかったこととか結構言われたことが最初あって、うん、やっぱパス一つでもそのなんていうんですかね、その出し方とか受け方によって受ける方法とか違うなって思いました。待ってくださいね。まずこれ動画見てる人に、まあ、丹羽さんはゴールキーパーってことですもんね。めちゃくちゃざっくりやん。そう、ゴールキーパーとしてその最初のパスってことですか、そのビルドアップのところっていう場面でいいんですか今の。そう、なんか自分はいつもまあなんていうんですか、適当に出してたことが多かったんですけど、うんうんうん、まあ、ジュンさんに言われてそのパスの回転とか、うん、そのどっちに出したらその次のプレイヤーが 楽っていうかやりやすいとか、そこまで考えてなかったんですけど、うん、まあ、ジュンさんに言われてからそういうのを意識したりとかは結構ありましするようになりました。うん、鈴木さんはどんなこと言ったんですか、そのなんかそのパスの重要性っていうか、どんなこと、どんな風な言葉で言ってました、覚えてます？どんな風に、うん、なんて言われたんですか、その大事だよって、その右側にその出すのか左側に出すのかとか、そういうことですよね。で、それはなんでそうしなきゃいけないみたいなこと多分言ってると思うんですけど、なんかね、自分ではこう捉えたんですけど、その例えば相手が正面右から来てたりしたときはその相手との逆に出したりとか、その相手がいない方に出したりとか、うんうん、あとはなんかよくジェンさんが言う剥がすパスとか通すパスっていうのがあるんですけど、はい、それで受け手によって受けるそのなんていうんですか、立ち位置によってもそのパスの種類を変えたりとかもしないといけないっていうのは感じました。なるほど。だからそれを最初に聞いたとき、丹羽さんなんかどういうふうに思いました、その鈴木さんがそういう指導を受けたとき。まあ正直なんか最初はまあ通ればいいやっていうのは思って、うん、通ればいいでしょうとそんなっていう。うん、最初はそう思ってました。なるほど。でもやっていくうちになるほどって思った瞬間あります？そうですね、まあ、自分出す時もそうなんですけど、もらう時もやっぱり、うん、そのまあ、キーパーなんですけど、うん、横で受けるのかそのちょっと斜め下で受けたりとか、うん、それでもやっぱり受ける位置によって相手のプレッシャーかかるところは違ってくるので、うん、そういうところもやっぱり変わってくるなってありました。なるほど、わかりました。じゃあ次は藤波さん行きましょう。はい、自分今年入ってプレーの時間が結構短いんですけど、怪我してて。ああ、なるほど、怪我って、うんうん、はい。でも高校の時とかは正直パスが通ればもうトラップミスとかそっちのもう受け手の問題だみたいな、うん、っていうコーチがいたんですよ。なるほど。
はい、潤さんの練習やってる時とかはボールの回転とか出す方の足とかは結構頻繁に言われるんで、うんうん、なんかあすっごい細かいんだなっていうのは思ってました。え、牛山さん、めんどくせえなって思ってましたか？いや、最初は正直思ってました。だってね、そういう指導を受けてきたんですもんね。いや、通ればいいんだと。で、はい、その受け手の問題だと、そのトラップミスとかはっていう風な指導を受けてたら、まあそうなりますよね、最初は。はい、まあ足の出す方向っていうのは、まあ、高校の時から、うん、たまには言われてたんですけど、うんうん、なんか多少ボール浮いてても通ればその通ってトラップミスしたらその受け手の技術の問題だっていうのはあったんで、うん、潤さんが来て体育館とかでよくトレーニングするんですけど、うんうん、そのボールの回転とかは大学来て初めて言われたので、うん、ちょっとそうですね、ボールの回転ってねえ、なんかすごい深いですよね、やっぱり。はい、最初ちょっと難しかったです。そういうのって本当今まで言われたことなかったですか？はい、回転は一回も言われたことないです。なるほど。じゃあ結構なんか刺激的な考え方っていうか、なるほどっていうふうに刺激があったんじゃないですか？え、すごい新鮮で、うん、なんていうんだろう、綺麗にパスが通ったときはなんかすごい気持ちかったです。ああ、そうか。じゃあその時に鈴木さんに言ってることがなんかちょっと分かった気になったみたいな。あ、そうですね。分かった気には。そうそう、分かった気に、そうそうそう。ね、なかなか全部分かるのって難しいと思うんで。そうか。はい。でも最初は細けえなって。すいません。ここちょっとあれ別にあれするわけじゃないですけど、なるほどと思ったということですね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ中野さん行きましょうか。はい、自分も最初に感じたのはそのパスの回転とかパス系のことなんですけど。あ、そうなんですね、うん、まあ正直きっとそれぞれなんかキックの個性っていうか癖があるので、うん、その回転とかあんまりちょっといいんじゃないかなとか思ってたけど、ジュンさんと前パソコンがジュンさんが参加してやった時に、うんうん、その回転がいいっていうか、ジュンさんが言ってるような最初バック回転なんですけど、バック回転が向かい、うん、相手の足元に届く頃にはトップスピードの縦回転っていうのがあるんですけど、うん、そのボールがやっぱトラップしやすかったのがちょっとあやっぱ大事なんかなと少し思ったところで、うん、あとはなんかなんですかね、試合中とかの、うん、ボールを受けるときの立ち位置、うん、あ、今まではちょっとも言われてこなかったんで、うん、すごい細かいなと思ったっ、ね、キーワードは細かいですね。まあでもそれぐらい緻密にやらないと、まあ、ダメだっていうことですよね、多分。はい、うん、まあ、細かいと思ったけれど、今はどう思ってるんですか？自分、その、なんですか、スピードがないんで、やっぱ受ける位置もいいかなと思ってて、うんうん、それはもっとなんていうんですかね、練習とかでは気にしてやらないといけないなとは思ってます。なるほど。その立ち位置で補えるってことですよね、そういう部分も。スピードの。うん。なるほど。で、皆さん、あ、まあ、動画を見てる皆さんもそうなんですけど、鈴木さんのそのパスの講座っていうのを、公開してるはずなので、はい、ぜひ。え、マジで？公開された？いや、してないか、まだ。いや、そのうち、してないんだよ。近日公開しますんで、はお三方もぜひ、はい、見てください。鈴木潤のパスの、もう一回おさらいという意味で、詳しく解説してるんで。いやいや、みんなもうブランドで話してるから。大丈夫、うん、じゃあ、動画を見てる視聴者の皆さん、ぜひ、はい、そのうちアップしますんで。近日中に、はい、ぜひご覧ください。パスの回転とかいろいろね、言ってますから。ということで、鈴木さん、キーワードが細かい。いや、それはね、本当自分でも思うんだよね。うん、本当に、うん。なんか自分でも本当細けえなって思うし、うん、なんかもう気づいたら、なんかちょっと練習止めて言っちゃうみたいな。うん
気になっちゃうから、うん、立ち位置のこととかですね、まあ、立ち位置もそうなんだけど、まあ、なんかいろいろね、いろんなことが気になっちゃって、なんかそれをなんか、まあ、これはまあ性格的な問題かもしれないですけど、うん、まあ、これでいいやってやっぱ思ってこうそのまま流すと、結局教えてもらってる子たちはその分損するわけじゃないですか、うん、そうですね、っていうのを考えるとやっぱり細かくなっちゃうんですよね。なるほど。皆さん、あの鈴木さんの話はそういう意図があって多分話が長くなってんだと思いますけど、まだそのさあれ企画になってないからね。いやでも一緒だよ。まあまあまあ、うん、そうかそうか。じゃあどうですか皆さん、それ、まあ、今のなんかすごいパスがやっぱりなんかあれだ ね、パス出すことに関しては結構多いんだね、うん、だからそこはあんまり言われてこなかったっていうねことなんですね多分、はい、うん、俺も最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいでねやってた。あ、そうですね。へえ。だからなんか私はいつも鈴木さんから話聞いてるから、そういうのって当たり前になんか指導されてるのかなって思いきや、ちょっとびっくりしました。その受け手の問題でしょみたいな。随分厳しいな。いや、まあまあまあ、指導者もさ、うん、いろんな考え方、いろんな考え方あるから、うん、まあそれはね、僕の考え方が全て正しいってわけでもないし、うんうん、いろんな考え方があるからね、その人の、うん、まあ重きに置いてることによってまた変わってくると思うから、うん。うんそっか、今日はお芝居にしたいと思います。はい、はい、皆さん、あのすごい今の話を聞いていいなと思った方はチャンネル登録と、いいねボタン、それから、まあ、もっとこういうこと話してほしいってことがあれば、生かしていきたいと思いますんで、コメント欄からコメントどしどしお願いいたします。あのサッカー部の皆さんでもいいですよ、あのなんか口で言えないことはここで言ってください。はい、ということで皆さん今日はどうもありがとうございました。鈴木さんもありがとうございました。